ミスタージャパン専攻地の秋山貴文と申します。今回は SDGs について私の意見を述べさせていただけたらなと思います。まず SDGs とはなんですけれども、最近よく巷で耳にする SDGs 持続可能な開発目標、2015年9月国連で決定いたしまして、国際社会の共通の目標として17の目標が立てられました。一応15年からの2030年までの15年間で世界で達成しましょうという17個の目標ができました。まあ飢餓をなくそうであったり、持続可能なリサイクルエネルギーを使おうであったりですね。でこちらの目標 SDGs がなぜ注目されたかというと、2006年国連の事務総長であったアナン氏が責任投資原則 PRI っていうのを提言しました。でこちらは何かというと、投資家っていうのは財務情報だけではなくてプラスアルファ企業の社会貢献性を見て投資をしていきましょうねっていう提言をしたことによって、国企業が、社会貢献をしていこうっていう流れが強くなりました。そこで SDGs が注目されているような形になっております。で SDGs に対して今巷の意見としては、日本で取り組む意味あるの、日本ってそんなにプラスチックのゴミとか、ポリ袋ですよね、有料化になったけどもともとそんな海に投げ捨てたりする国じゃないよね、そんなにたくさん使ってたの、世界に対してそれを減らすことでどんな影響があるのっていう意見が増えてるんですけれども、私はすごくプラスな取り組みだなと思っています。世界に対するインパクトの大きさ小ささではなくて、全員が聞いたことある、日本でほとんどの人が SDGs 聞いたことありますよねっていう今状況になっている、認識してるっていうこと自体がすごく素晴らしいことなんではないかなと思っているので、 SDGs に対して取り組んでいくっていう方向性はかなり間違いではないと思います。その中で私の意見ですね、 SDGsを通してどんな未来になってほしいかっていうところなんですけれども、こういう世界にしましょうっていう17個の目標の中で一つでいいです。飢餓をなくそう、貧困さをなくそう、平和な社会にしよう、たくさんある中で一つの項目で日本が間違いなく世界一だよねって言われる一つの項目、秀でた項目を持って、平和といえば日本だよね、リサイクルといえば日本だよねというような、一つ何か飛び抜けた日本ってこれに関してはスペシャリストだよねっていうところを目指していければ、そしてそこの目標に対して日本全体で一致団結ワンチームとなって目指していけるような、そんな日本の未来が私は素敵な日本になるんではないかなと思っています。 SDGs に対して私の思う意見以上になります。ご清聴ありがとうございました。ミスタージャパン本選に向けての応援よろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございます。